りょうちさん、きよみーさん、ぼっちーさん、くまさん、まーさん、こんばんは。来てくださりありがとうございます。アイロンさんも2度目の訪問ようこそ。皆様来てくださりありがとうございます。ごめんなさい、一旦ちょっとラジオにしてこう画面をつけて曲かけてから画像の方、画像じゃない、画面にしようとしたんですけど、ちょっとうまくいかずにちょっと一回アプリが落ちちゃって、多分ね、ちょっとこのアプリがね重いんですよ重いからかな。なーちゃさんこんばんは。たけさん、足短いキリンさんこんばんは。来てくださりありがとうございます。みなさんこんばんは。本日もお仕事お疲れ様です。 MMB48 10年おじさんに参加しています。ミームターン回します。みなさんこんばんはこんばんは。来てくださりありがとうございます。みなさんこんばんは。はい、じゃあそれではね、配信を始めていきたいと思うんですけれども、その前に一瞬でアプリじゃ付けした一瞬で、こういう風に出させていただいてたんですけれども、これからの配信スケジュールについてまずお話しさせていただきたいなと思います。明日の26日は、1日配信お休みさせていただきます。そして27日が21時から、27日の土曜日は21時から、28日は2枠させていただいて、2時半から3時10分が1枠目、2枠目は21時から、そして月曜日は、2時半から3時10分の1枠目と19時からの2枠させていただきたいと思います。このような形で、はい、スケジュール組ませていただきました。はい、あと、折り返しということであと4日間に、はい、今日含めたらあと5日間かなになると思います。皆様最後までよろしくお願いいたします。毎日ね、はい、配信するときは毎日明日は何時からですよってお知らせさせていただいたりね、はい、させていただこうと思っておりますが、改めてね、まずお知らせさせていただきます。よろしくお願いします。りょうかさんありがとうございます。ありがとう。コナンさん、ソルちゃんさん、おしげさん、サバさん来てくださりありがとうございます。こんにちは。ゆうまさんこんばんは。ありがとうございます。今日もこんばんは。ありがとうございます。今日はね、ちょっと朝から三つ編みにしてたので、ちょっと今外すと今日だからもう夜まで学校だったのね、だったので今外したらもうブワーってなってるから、そこのままでいきたいと思います。涙どうした。こんばんは。こんばんは。みむちゃん今日も可愛い。ありがとうございます。みむ、はい、みむです。みむでございます。ありがとうございます。はい、じゃあまず自己紹介を改めてさせていただいて、その後今日ね皆様とお約束しておりました、イラストをね描いていこうかということでございます。はい、 NMB48 10期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー21番のミームと申します。ミームと申します。ぜひ、ミームと21番ミームを覚えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、20歳の大学2年生です。20歳の大学2年生です。大阪府出身です。20歳の大学2年生の大阪府出身です。身長は169センチあります。ダンスとドラムが好きで、はいダンスとドラムとお魚を釣ることが好きです。ぜひね、お魚トークもできますので、皆様、ぜひ、お話たくさん皆さんとお話ししていけたらなと思っております。あと、5日間皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。みむちゃん、はーい。みむちゃんって、はーいありがとうございます。よし、じゃあ次の曲をかけていきながら、ちょっとねランダムにかけさせていただいて、はい、させていただきたいと思います。初見です。ありがとうございます。
曲終わるタイミングで終わるの多すぎる。たまたまですよ、たまたま、これはたまたまです。パチパチパチ。皆様たくさんの初訪問、2度目の訪問ありがとうございます。ルームへようこそ、来てくださりありがとうございます。この配信は、NMB48 10期生オーディションに参加しているエントリーナンバー21番のミームの配信です。皆様ね、ぜひ来てくださりありがとうございます。少しでもね、皆さんゆっくり、ぜひゆっくりしていってください。やっちゃさんフォローありがとうございます。そうそう、皆様ぜひルームのフォローもぜひよろしくお願いいたします。ルームのフォローもぜひよろしくお願いします。そう、 BGM にこれさせていただいてるんですけれども、BGM の音量大きかったりしませんかね。ちょっとちっちゃくしておきますね。一応まふみさんこんばんは、ってこんばんは、来てくださりありがとうございます。みむちゃんこんばんは、ってこんばんは、こんばんは。今日のコーナーのサイズは、今日はまた一段と大きくなりまして、7ミリぐらいあるかな。うん、ずっとここが痛いです。うん、痛いのよ。でもここの口内炎って誰もちょっと、まあなんて言うんだろう、家族でもあんまり理解してもらえないところがあるので、ちょっと痛いってなってます痛いけども仕方がないですって感じです。でもね、おしゃべりは大好きなので、ちょっとおしゃべりは変わらずね、もうバン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 おしゃべりしていきたいと思います。やっちゃさん2度目の訪問、なつっぴさん、ゆきのさん、パンジャラモンスターさん、マッキーさん、まいさん、ありがとうございます。来てくださりありがとうございます。ぜひゆっくりしていってください。ありがとうございます。コーナーって成長するんだね。コーナーもあの人間と一緒で日々成長していきます。もう途中でね、でもあの活性化を失ってどんどんちっちゃくなってなくなっていくんですけど、だいたいコーナーがピークを迎えるのが5日6日目ぐらいが一番ピークを迎えます。でその後ちょっとずつね、そのピークがまあ3日間ぐらい続き、1週間経ったらだん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 引いていく感じですかね。何の話してるんだ何の話してるのって感じですけど、はい。じゃあそれではね、今日ねお約束しておりました通り、イラストをね、皆さんのアバターをね描かせていただきたいなと思います。皆様は今日はどんな一日でしたか？皆様は今日はどんな一日でしたか？お外はね結構晴れてて、大阪のお外は結構晴れてて、はい、あのすごくあの気持ちのいい朝でしたけれども、皆様はどんな一日でしたか？私は今日は本当に5限まで学校があって、夜まで学校があったんですけど、本当にね、今日は絶対に今日こそは傘を持って帰るぞと思って、あの昨日傘を学校に置いて帰っちゃってたんですね。で今日こそ絶対持って帰るぞと思ったんですけど、今日も、はい、傘を置いて帰ってしまいました。明日こそ持って帰ります。明日こそ持って帰るぞ。あ、東京も晴れてたんだ。そうなんですね。じゃあもう今日はもうずっと晴れてたんだ。なんか静岡の方で28度っていうのを聞いて、すごい、もう28度あるのかって、まだ4月だぞっていう感じなんですけどね。さあ、こんばんは。さすが校内のプロ、プロでしょ。さすがプロでございます。みむちゃんの今日はどんな一日でしたかって、みむちゃんは今日は音楽の、まあ、歌の授業、なんか歌っていうか、あの音楽の授業でね歌を歌って、であと何したかな、秋コマがあって、でその一番最後の授業を向けてって感じだったので、空きコマがすごく眠たくて寝ましたね。空きコマでね、ちょっとうとうとしてたらガーンって頭ぶつけちゃったりとかして、ちょっと痛かったです。あーってなって、痛たたたみたいな。私よくこう、あの身長あるあるだと思うんですけど、あの釣り革に頭をぶつけてしまうんですよね。うん、カーンって、そう、釣り革に頭ぶつけて、あーってよくなってます。でもなるんだけど、それをあー打っちゃったみたいな感じでアピールっていうか、そうなってしまうと、あれじゃないですか、あ、この人ぶつけたってなっちゃうから、もう出さないようにしてます。マックさん、はじめまして、初見ありがとうございます。お初です、ありがとうございます。あ、さっきまで大学院だった、お疲れ様。ゆうやくん、お疲れ様です。この配信を心待ちにしてた、ありがとうございます。ありがとうございます。ドラちゃんさん、こんばんは。こんばんは。
来てくださりありがとうございます。仕事してましたが暑かった。暑かった、やっぱり暑かったんですね。暑かったんですよね。そうだよね、それ暑かったよね。だって私でも暑かったと思いましたもん。もうね、なんかここなんかこうこの辺の服着て、うん、あのうろうろしてましたよ。これね、今ね上羽織ってるんですけど、追いかけ配信楽しみにして過ごしてたよって、ありがとうございます、ありがとうございます。DJ 風配信ねって、ありがとうございます。 DJ 風ですか。いや、なんかよくね、ちょっとあの初回初めての配信の時にもね、あの言われたんですけどもね、はい、あの皆さんにね、あの吉本ですかって言われたりしてたのでね。ありがとうございます。ぜひね、よろしければ聴いていってください。カモネギックスの作者は某大学で曲に教授。そうなんですか。そうなんよ、そうなんよ。なんかめっちゃわかる、俺もぶつけるって、釣り革顔にあった。やっぱりそうですよね、やっぱそうですよね。私もぶつけるんですよ、よく。あ、あてなりながら、まあぶつかってませんよみたいな顔で、はい、あのしれっとしてることが多いです。今日のお空のような爽やかな笑顔ですね。ありがとう、ありがとうございます。笑顔はね、うん、笑顔はあのどんな、なんか先生にも言われたんですけど、こう就職とかでその面接の時とかもあったりとかもすると思うけど、どんな時でも緊張、どんだけ緊張してても絶対笑顔を忘れるなよっていうことを先生にね、はい、言われております。言われてます。お笑い志望ですかって、いえいえ。お笑い苦手ですよ、お笑いは苦手だぞ。面白くないからね、大阪の人のくせに全然面白くないですからね。今日は物ボケ配信でしたけど、違いますよ、今日はお絵かき配信だよ。物ボケ配信はね、物ボケはちょっとレベル上がらないと無理だから、ちょっと友達のとこで修行させてもらいます。修行させてもらう。あ、キリキリさん、じゃあアイテム送ってくださってます。キリキリさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。ゴッティさん、ゴッティさん、待ってね。はい、ヒョウガラタコありがとうございます。ヒョウガラタコありがとうございます。あ、リョウチさん、レインボーさん、ありがとうございます。レインボーさん、ありがとうございます。ゴッティさん、ピカ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 、ありがとう、ピカピカ、ありがとう。キリキリさん、お疲れ、応援してるって、ありがとう、頑張るね、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとう。あ、ゴッティさん、流れ星もありがとうございます。お願い、お願い事、お願い事。ありがとう、さとともさん、さこちゃん、ありがとうございます。さとともさん、さこちゃん、ありがとう。こちらまた、うん、ラブラブ、ありがとうございます、お願い事。あ、あと落とした。さとともさん、いっぱいハート、ありがとう、ハートさん、ありがとうございます。ドキ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 みたいな、ありがとうございます。ゴッチさん、ゴッチさん、めちゃくちゃタコちゃんいっぱい、大量タコちゃん、大量です、大量、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。すごい、流れ星もいっぱいだ、流れ星もいっぱいある。いっぱいお願いしないと、お願い事いっぱいしないとね。ありがとうございます。ニカさん、ニカさんもタコちゃん、ありがとうございます。皆さん、タコちゃん、ありがとうございます。ヒョウ柄タコ、ありがとうございます。あ、キリキリさんも、かわいい、かわいいと、これありがとうございます。ハート、ありがとうございます。ドキドキドキ、ありがとうございます。あ、ゴッチさん、クマちゃん、クマちゃん、ありがとうございます。クマちゃん、ありがとう。クマちゃんはね、あのこちらであるんですよね。これも消しゴムです。これも消しゴムです。これもともと持ってたやつなんですけど、そう、あの歯医者さんとかでたまにこうもらえたりしませんか。私が行ってる歯医者さんが、あの昔なんですけど、こうもらえるんですよ。ガチャガチャ、頑張ったらガチャガチャ1回みたいなあって、そう、こういうのでよく あるクマちゃんですよね。ありがとうございます。ゴッティさん、クマちゃん、ありがとう。クマちゃん、ありがとうございます。
あ、コチさんはドキドキもありがとうございます。いっぱいドキドキもありがとうございます。ありがとう。あ、音楽ちょっとじゃあ次の音楽かけていきます。よし、次の音楽をかけていきます。よいしょーと。キリキリさん、ピカピカありがとうございます。ピカピカもありがとう、ありがとうございます。かわいいも、あ、いっぱいありがとうございます。かわいいもいっぱいありがとうございます。ありがとう。のっちさん、ハートありがとうございます。ドキ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 、ありがとうございます。ありがとう。あ、ハンガナイさんもこの、ヒョウ柄のだるま、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ヒョウ柄のだるまありがとうございます。ひよ兄さんもヒョウ柄のだるまありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。みんな嬉しいな、ありがとう。私タコめっちゃ好きで、あの普通に食べるタコが超好き。はるさん、ハートありがとうございます。ドキドキありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。タコね、タコです。プリスケさん、こんばんは。こんばんは。青いさん、こんばんは。こんばんは。クマの消しゴムめっちゃ可愛いねって、めっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛いですよね。これでも、これあの取れちゃいますこれ取れちゃいますダメだよね、そんなことしたらダメだよね。つけておきますお願い事は合格一択、合格一択ですありがとう。そう、最初の頃のやつ、そうそうそう、NMB メンバーになるには大喜利モノボケ必須。あ、研究します、研究します、いっぱい研究していきます。ギリギリさん、こんばんは。こんばんは。やばい、研究しないといけないですね。かけたんさん、こんばんは。来てくださりありがとうございます。仕事中なんで少しだけ顔出ししまし、顔出ししまし、ありがとうございます。お仕事お疲れ様です。お疲れ様。よし、じゃあそれでは絵を描いていきましょうか。一旦先にお茶をね、ちょっと一口いきます。よし、じゃあね、皆様もしよろしければぜひルームのフォロー、そしてねコメントお待ちしております。ぜひね、あのゆっくりしていっていただけたらなと思いますはい、それではまずね、これアイテム送ってくださった方にあれしていこうかな、書いていく、させていただこうかなと思うので、まずキリキリさんの絵を描かせていただきたいと思います。キリキリさんの特徴はね、このね、キリキリさんの特徴はこの、さあ鳥さんは多分と描けると思うんだけど、でもあんまり期待しないでくださいね。私結構苦手なんですよ、絵は。絵はあんまり得意じゃないので、このね、私アヒルでもすごい好きなので、あ、色塗ったらいけるかもね。ちょっと色を塗らせていただきます。黄色とオレンジあるかな。オレンジ、あ、あった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 。よし、あ、ダメだ、色これ色出ないや。ちょっと待ってください、どうしよう。色が出なかった、まさかの、まさかの出ない、どうしよう。ちょっと色も塗りたいから、時間がでもね、あれですもんね。ちょっと急いでいきます。これ黄色じゃないよ、オレンジだよ。あ、やばい、
ちょっと一旦ちょっと一旦コメント読みます。良いのいいミームが珍しいって、そうちょっとあのあれ色ペン色鉛筆何で描こうかな。なんかね筆のペンみたいなやつがあるんですけど、それで描こうと思ったんですけど、それの黄色があれ置いてなかったかな。ペンちょっと色なしでいいですか、ごめんなさい。ちょっと色なしでいきますね。ちょっとミーム画伯期待してます。任せてください、お任せください。ルームのシェアしたよってありがとうございます。皆さんもぜひルームのシェアをよろしければぜひよろしくお願いしますよし、ではでは曲もかけて書いていきますよ。よいしょ。じゃあね、この曲かけてる間にも私は自己紹介をしちゃうので、はい、この配信は NMB48 10期生オーディションに参加しています21番のミームがお送りしております21番のねミームがお送りしております。ぜひよろしければ皆様ぜひ、ルームのコメント、そしてルームのフォローぜひよろしくお願いいたします。ぜひゆっくりしていってください。来てくれてありがとうございます。よし、この曲でいきます。本当にかけてる曲は本当にランダムな感じでかけさせていただいておりますので、はい、1分で書かなきゃいけない。ちょっと急いで書いていきます。アバターが簡単だったら書きやすいですからね。ちょっと1分はちょっと厳しいね。でも急いで書いていきます。はい、じゃじゃーん、はい色がついてないからあれなんですけど、キリキリさんです。キリキリさんです。ちょっと黄色がなかったので、キリキリさん、カタツムリみたいになっちゃった。キリキリさんはい、ありがとうございます。よしよしよし、では次続きまして、ゴッティさん行きたいと思います。ゴッティさん、あ、ゴッティさん色なしでも大丈夫なアバターに、ありがとう。猫じゃん。じゃあ猫で行かせていただきます。こんなに画面を、こんな配信中にこんな画面をねめちゃくちゃ見ることなんてなかなかないですからね。なかなかないよ。あ、でもコッチさんのやつも書きやすいやつにしてくれてる。できました、ゴッティさんゴッティさんありがとうございます。ゴッティさんありがとう、ありがとうございます写真タイム行ってきますよキリキリさんも一応キリキリさんも写真タイム行ってきますありがとうございます、ありがとう。よし、そして続いては次いきます。続きましてはりょうちさんですね。りょうちさん行かせていただきます。ちょっと今日ね下向きがちだと思うんですけど、とかねちょっと目が合わなかったりすると思うんですけどもね、見てください。
1分で書いてるので、ちょっとたまに画伯出るかもしれない。あーやばいかも。ちょっとりょうちさんのやつやばいかもしれない。ちょっと怖いかもしれない。ちょっと怖い。ちょっと怖い。今日はね、なんか自己紹介について、自分のこと、なんか就職にも役立つためなんですけども、そういうなんか自己紹介とかそういうのの、ま、授業に受けに行ってたんですけど、すごいねあれでした、あれでしたよ、こう自分の、ま、好きなこととか、うん、特技とかを、まあ、書いて、紙に書いて、で発表するわけではないんですけど、先生が一人一人の見に来てくれて、あ、こういう特技あるんだねとか、そういうのをね、こう言ってくださるみたいなのがあって、そう、それを今日はしてきました。授業だから楽しかったです、すごくね、え、なんか経験っていうか、やっぱりいざね、そういう風に就職でってなった時に、まあ、自己 PR をすることって少ないかもしれないですけど、やっぱり履歴書の書き方とかそういうのもね、あれだと思うから、もう今のうちからやっとくんだよって言って、そう言われて、はい、書けました。りょうちさん、ちょっと待って、ちょっとこのりょうちさんのやつはちょっと画伯が入ってるかもしれないです。ちょっと上手じゃない、私これはちょっと上手じゃないかもしれない、少し。りょうちさん、りょうちさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうありがとうね。あ、さとともさん来た、さとともさん来た、難しそうだ、これは難しそうだ。特技倒立、あー、もう倒立ダメだ、倒立ダメだ、もうダメだ、倒立って言われたらもう私逃げないといけなくなるからね、逃げないといけなくなっちゃう、逃亡します逃亡しちゃうよ。よし、それでは、あ、曲かけていきます。よし、よし、それでは次はさとともさん。え、これこのさとともさんのやつってなんかメンバーの方のアバターとかっておっしゃってましたっけ？だったら やばいよね、上手に書けなかったら怒られちゃう、やばい。頑張るぞ、頑張りますよ。あー、目がやばい、ちょっと目が失敗したかもしれない、目がやばい、目がやばい、目が苦手なんですよね。よし、ちょっとね、体ちょっとかけてないんですけど、ちょっと顔だけで行かせていただきたいと思います。黄色以外の色は描けそうな色があったら、その色だけちょっと見ようかな。あ、リボン赤だったか、しまった、リボン赤だった、ちょっと
頑張らせていただきます。でもこれでもだいぶミームは絵が上手くなった方です。昔もっと下手でもうひどすぎて先生に何を作りたいのかわからない、何を描きたいのかわからないって言われてました。じゃじゃーん、佐藤友さんありがとうございます。1分の絵ですけども、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、ニッカさんいきます。それじゃあニッカさんいきたいと思います。ニッカさんはね、猫だ。目が合うよね、これすごいさ、見てるもんね。茶色はないので、黒で描かせていただきたいと思います。ピンクのね、ごめんなさい、ちょっと全然コメント読めてない、ごめんね。よし、はい、ニッカさんありがとうございます。ニッカさんありがとうございます。ちょっとレベルがどんどん下がっていってるかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてはのちさん、パンダだ、全身パンダか、これは大変だ。パンダは私人生で描いたことないですよ。皆さん人生においてパンダを描いたことありますか？パンダの絵、私描いたことない、初パンダの絵かもしれない。あるのかな、自分の記憶にないだけであるのかな、もしかして。よいしょ、あ、音楽切れちゃった。よしよし、はい、皆さん、ルームに来てくださってる初訪問の皆様、2度目の訪問の皆様、そして来てくださってる皆様ありがとうございます。現在ね、 NMB48 10期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー21番のミームと申します。今ね、ちょっとお絵かき配信ということで、皆様のアバターをね、描かせていただいておりまして、少しね、ちょっと配信の形が今日はちょっと下を向いていたりとか、ちょっとね、喋りが少なかったりとかあるかもしれないんですけれどもね、皆様ぜひ、コメント、たくさんのコメントお待ちしております。そしてね、ルームのフォローもぜひよろしくお願いいたします。来てくださりありがとうございます。20歳の大学2年生でございます。絵はね、あんまりちょっと得意じゃないんですけども、ちょっとアバターは描けるかもしれないということで少しチャレンジしております。なんだこの、やばい、ドラえもんみたいになっちゃった。よし、ちょっと時間内に間に合わないかもしれないですけれども、なるべくね、皆さんの絵描いていけたらなと思います。よいしょ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 、はい、できました。のっちさん、はい、のっちさんありがとうございます。ワンダありがとうございます。のっちさんありがとうございます。ありがとうございます。で、後でね、最後にね、書いた、書かせていただいた皆様、再度ね、表示させていただきたいなと思いますので、よいしょ、ちょっと音楽をかけていきたいと思います。カポニキュウリさん、こんばんは。こんばんは、来てくださりありがとうございます。ミムちゃん頑張って、ありがとう、頑張ります、書かせていただきます。ソフトグリーンさん、こんばんは。よしよしよし、頑張るぞ。
春さんですね。春さん、あ、女の子だ、やばい、女の子だ。頑張っていきたいと思います。来ます。ちょっとお顔だけにさせていただきます。目とかが本当に描けなくって、目が描けないんですよ。特に顔のパーツでどこが苦手って言われたら目とか、あと輪郭とかなんですけど、今日は1分絵ということでちょっとごまかせちゃう1分のが1分だからって思ったらごまかせちゃう。よし、いけたいけたいけた。あの象さん、なんかレインボーな象みたいなレインボーな象な感じですね。次ハンガーナイさん描かせていただきます。よいしょ。こちらも描きやすい描きやすいアバターしてます。みたいなやつ。東京タワーがまず描けない。頑張っていきます。東京タワーちょっと夏でもいいですか。東京タワーはね、私登ったことないんですよ。スカイツリーはあるんだけどね。スカイツリーはあるんですけど、タワーは登ったことないです。足がこの辺にあってもう片方の足がこの辺にあるからどうなってんだ。あー、しまった。これは体がここにあるのか。あ、いい感じかも。こっちでこっちでこの手を持ってるって感じで。できたできたできた。で、靴、これ靴。よし、ちょっと曲かけます。現在ね、NMB48 10期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー21番のミームと申します。皆様来てくださりありがとうございます。現在ね、ちょっと絵を描かせていただいていまして、皆様のアバターをね描かせていただいているので、少しね、あのコメントだったりお話とかがね、少しちょっとおろそかになってしまってるんですけれども、ぜひよろしければ皆様ルームのフォロー、そしてコメントね、はい、していただけたらなと思います。この配信22時前まで配信させていただきますので、皆様ぜひ最後までお付き合いいただけたらなと思います。来てくださりありがとうございます。ありがとうございます。よし、かけた。キヨ兄さん、はい、キヨ兄さんありがとうございます。ありがとうございます。キヨ兄さん、ありがとうございます。ありがとうございます。
がとう。それでは次、和之さんいきたいと思います。あーしまった。お顔だけにするからキティちゃんのハートかけなくてもいい。ただいまね、皆様のアバターの絵を描かせていただいております。よし、1分で絵を、1分につき1人アバターの絵という形で描かせていただいております。こういうね、なんかチャレンジしてるみたいな感じになってますね。和之さんありがとうございます。ありがとうございます。和之さんありがとう。ありがとうございます。ありがとう。それでは朝行きたいと思います。時間大丈夫かな。ちょっと大丈夫だよ。あ、しまった。ほら、え、うまいですか私。上手くなったと思うんですよ、自分的にはね。自分的には昔の自分の絵を見るとに比べると格段と上手くなった感があるんですけど、どうなんだろう。できた。はい、サさんありがとうございます。サさんありがとう。皆さんなんか流れ星とか、小判ありがとうございます。りょうちさん馬ありがとうございます。かずきさんもあのだるまちゃうわ、何だっけ、あ、ちゃうわとか言ってこういう時にね、はい、出ております。タコありがとうございます。小梅さんもタコありがとうございます。カッパリキュリさんもありがとう。ありがとうございます。よし、それではこの方行かせていただきます。これトラブルだからな、この動作難しいな。どうってどこから描くのが正解なんだろう。どこから描くのが正解だと思いますか。このお花から行きますね。あ、やばい、ダンボみたいになるかもしれない。ちょっと顔だけにします。感じなのでは。ちょ、体もいけそうだな。でも色が塗れないので、こちょっとキラ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 、どこに書こう。小梅さん、はい、小梅さんありがとうございます。ありがとうございます。小梅さんありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。すごいすごい、これでこんなハイスピードで絵を描くことなんてなかなかないので、なかなかないのでね。よし、じゃあ最後カッパのキュウリさんですね、行かせていただきます。うわー、カッパむずい。よし、頑張れ頑張れ頑張れ。あ、体が難しいよ。
よ。皆様ぜひね、なんかシェアとかで拡散もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。もしよろしければルームのフォローもぜひよろしくお願いします。明日はね配信お休みさせていただくんですけれども、その後、3日間は配信いたしますので、ぜひねルームのチェックもよろしくお願いします。カプリンさん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。レインボースターありがとうございます。レインボースターありがとうございます。あ、これ皆さんさ、書いた皆さん出せるもんね。サタンありがとう、ありがとうございます。ハルさんも流れ星ありがとうございます。ハルさんどこに書いてたの。ハルさんありがとうございます、ありがとうございます。はい、ちょっとね急ピッチで書かせていただきました。チャーハン定食さんフォローありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。イカ焼き、アバターイカ焼き、美味しそう、美味しそう、イカ焼きに。真剣な眼差し、そうですよ、めちゃくちゃこうやって真剣な、レアですからね、私真剣な眼差しすることなんてまあほとんどないのでね地味に難しい、地味に難しいですよ。頑張ったよ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。皆さんありがとうございます。いただいてすごい1分でって、本当はねもっと時間かけてかけたらよかったんですけども、ちょっと1分でかかっていただきました。1人1分って感じで書かせていただきました。ぜひ皆様ルームのフォローもぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあちょっと頑張った私に今からご褒美いいですか。またね第2弾ねできたらいいですね。皆さんのまたもっと皆さんのアバターね書かせていただけたらなと思います。じゃあちょっと私今からご褒美にいちごいちごいただいてもいいですか。すいません、いちごねいただきたいと思います。食べようと思ってたんです。でもねこのいちごねちょっとね傷んでるいちごもあった中でちょっと食べれるいちごをね見つけました。はい、じゃあいただきます。頑張ったからね、見てみて、これ鳥さんです、鳥のやついただきます。おいしい、おいしいよ、いちごおいしいよ、おいしい、おいしいよ、本当に。じゃ皆さんもいりますか。じゃ皆さんも1個どうぞ。はいはい、どうぞ食レポお願いします。皆さんも食べて食レポしてください。はい、どうぞこないで染みますよ。染みるとか関係ないんですよ。もうこないもうね染みるの慣れてますから、慣れてる。めっちゃ染みるの慣れてますよ。うん、おいしい。ちょっと甘酸っぱくってでも甘くって。でこのいちごのいいところっていうのが大きさが揃ってなくってバラバラなんですよ。ちょっと大きいいちごもあればちっちゃいいちごもあって、その大きいいちごとちっちゃいいちごの差も楽しめますよね。めちゃくちゃ美味しい美味しいよ。あと1個しかない、4つもあったのに。美味しい。じゃあねちょっともうすごい急スピードでちょっと絵描かせていただいたんですけれども、はい、ではそれではちょっと最後の1個もいただきたいと思います。うん、ごちそうさまでした。はい、それでは今日の配信ね終わりに向けていきたいと思います。ではちょっと準備しますね。明日の配信、明日以降の配信スケジュールの予定も出して、ちょっとお茶飲ませていただきます。うん、
それでは、ランキング発表もさせていただきたいと思います。あ、これ×押したら消えるか。よし、それでは、させていただきたいと思います。はい、いきます。あ、待って待って待って、最後の曲は、今日の最後の曲はこちらでいきたいと思います。配信楽しかったって、ありがとうございます。それではね、ランキング発表していきたいと思います。13位壇上の発表ですね。13位はるさん、ありがとうございます、ありがとうございます。12位きよ兄さん、きよ兄さんありがとう。出せるかな、はるさんありがとうございます、ありがとう。12位きよ兄さん、ありがとうございます。きよ兄さんどこだ、きよ兄さん、きよ兄さん出てこい、きよ兄さんどこだ。きよ兄さんありがとうございます、ありがとうございます。11位、カッパネきよりさんありがとうございます。やばい、すぐに出てこない、みんなバラバラだから。カッパネきよりさんありがとうございます。10位、小梅さん、小梅さんありがとうございます、ありがとうございます。9位、かずゆきさん、よいしょよいしょ、かずゆきさん書いてあるね、かずゆきさんありがとうございます。8位、にっかさん、にっかさんありがとうございます。にっかさんもね、すみません、にっかさんありがとうございます。6位ささん、6位ささんありがとうございます。あれ、ささんどこに書いた、ささんありがとうございます、ありがとうございます。5位、さとともさんありがとうございます。あ、頑張れ、さとともさん、あれ出てくるんだ、さとともさん出てくるんだ、さとともさんありがとうございます、ありがとうございます。良い、りょうちさん、りょうちさんありがとうございます。りょうちさん、りょうちさんどこだ、りょうちさん、りょうちさん書いてないって、あれ書いてなかった、あ、あったあった、りょうちさんありがとうございます、ありがとうございます。3位、ハンガーナインさんありがとうございます。一回一回ちょっとめくって、ちょっと申し訳ありません。ハンガナイさん、3位ありがとうございます。2位、キリキリさん、キリキリさんありがとう。あ、ちなみにキリキリさんの失敗作こっちですね、色が全然違いました。キリキリさんありがとうございます、ありがとう、ありがとう。1位、ゴッチーさんです。ゴッチーさん、ゴッチーさん、ゴッチーさんどこだ、あったあったあった、ゴッチーさんありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。来てくださった皆様ありがとうございます、ありがとうございます。皆様本日も一日お仕事お疲れ様でした、お疲れ様でした。はい、それでは最後に自己紹介させていただきたいと思います。MMB48 10期生オーディションに参加しています。エントリーナンバー21番のミームと申します。ぜひ皆様ミームと覚えていただけたらなと思います。21番ミームでぜひ覚えてください、よろしくお願いします。そして、皆様ぜひね、あのシェアもぜひよろしくお願いします。そして、ちょっと明日からの配信のこともねお話ししていきたいと思います。そして、何やろ、あ、ルームのフォローもぜひよろしくお願いいたします。ぜひルームのフォローもよろしくお願いします。はい、そしてじゃじゃーん、配信スケジュール、明日以降の配信スケジュールについてもお話しさせていただきたいと思います。明日以降の配信スケジュールはこちらにさせていただいております。明日はお休み、27日は21時から、28日は21時からと、朝これお昼の14時半から15時10分、月曜日最終日も14時半から15時10分と、19時から配信させていただきたいと思いますので、皆様ぜひ遊びに来てください。お待ちしております、お待ちしております。
はい、それでは配信終わりたいと思います。皆様、1時間お付き合いくださりありがとうございました。ではいきますよ。皆さん今日も1日お疲れ様でした。それではおやすみなさい。また20え何日やったっけ、また27日です。バイバーイ。